性加害報道で無期限活動休止、俳優の木下ほうか氏の性格とこれまでと今後を占う。はい、先生、はい、性加害報道が出ましてですね、はい、無期限活動休止を余儀なくされた俳優の木下ほうか氏でございます、これまでの活躍を見ているとすごく順調には思えたんですけども、今年はそういった報道が出てつまずくという年回りだったんでしょうかという感じなんですけど、そうですね、これ見ていただくとこれずっと良かったんですよ。あ、そうなんですね。ここずっと良かったです。でここからバツバツですね。あ、急にもうそんなに、はい、もうここでもう運勢非常に悪くなってます。はい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 、はい、で これは喜怒楽人で言ってますね。女性関係に失敗するという。あ、それがもうこれもうすでに5年前から予兆があったってことですね。それまでは結構もずっと良かった。そう、ここまですごい良かったってことですね。はい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 、全然問題なかった。でこの家族56歳からだから、まあ4年ぐらい前からちょっとまあ暗雲というか。はあ、なるほどなるほど。そういうどうなんですかね、そういうなんていうか、性格的なものというか、そういうのでそうですね、やっぱりこの水の餌の人って、はい、やっぱり男性でもやっぱ性欲が強い。はあ、もうこの水の猿の方はみたいな。はあ、い、はい、それをここにも水がありますから、はい、あ、もうよりよりっていうことですね。そうですね。へえ、もうどうですか今後は、はい、これちょっと厳しいですね、これから。あ、なるほどなるほど。ここら辺で訴訟でお金かなり払わなきゃいけないかもしれないですね。まあ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 、そう、じゃあそうするとちょっと今後もなかなかそうですね、いい感じには回っていかないっていう。はあ、やっぱこういうのはもうそうですよね、いい時こそやっぱ気をつけないといけないってことですね。順調な行ってる時こそ、ね、そうだからもうここまでに結婚して、はい、まあちょっともう少し落ち着いて身を固めればちょっと違ったか。あ、そうか、独身の方なんですね、うん、ああ、なるほどなるほど。こういうのそうですよね、本人の資質の問題というか気をつけなければいけないですけど、うん、周りのアドバイスとか。そうですね。もうこんなに急にジェットコースターのように悪くなるって結構あるんですか。ありますね。この人はだから胸郭っていうか、まあ獣王ってやつなんですよ。はい、はいはいはい、獣王を持ってる人がこの殺が来た時、いわゆる獣王大殺という胸郭になりますから、はい、これもう要注意です。はあ、これ持ってる人はもう運勢で要注意です。あ、そうなんですね、はい、一気に今までのがガクッと、はい、そうです、はい、本人はこういうの気づかないもんなんですか、予兆とかそういうのは。うん、もともとこれ潜在的にありますね。ああ、なんか抑えきれないものがなんかやっぱり あるみたいですね。でもね、反面教師ってあれですけども、ね、順調にいってる時こそ、ね、ちゃんといろんなことを気をつけないといけないということをね、学ばせていただきました、はい、今日もありがとうございました、また明日もよろしくお願いいたします。それではまた明日もご覧ください。また明日。